小出スキー場は、新潟県魚沼市鎮田にあり、地形上魚沼丘陵北端に位置するスキー場である。全域が成田山長寿保護区に指定されている。最高標高地点258メートル、最長滑行距離が約1キロメートル、リフトはペアリフトが3本あり、コンパクトながらも初心者から上級者まで楽しめるレイアウトが取られている。また、特筆すべき点として、 オールシーズンシャンツェがゲレンデに隣接しており、春季、秋季でも地域のジャンプ競技大会などに用いられている。スキー場内からは、越後駒ヶ岳、中野竹、八海山で構成される越後三山を、金星の取れた状態で望むことができるポイントとしても知られている。場内施設は、麓に2カ所、中腹に1カ所あり、食事の提供や、レンタルスキー、温泉など、 それぞれのサービスを提供している。第一ペアリフト乗り場前にあるスキー場、スキー学校の事務所が併設された場内災害の施設。1階は無料休憩スペースとレンタルスキーショップで主に構成されている。2階についてはレストラン、メルヘント、売店、テーブルの喫食スペースが完備されており、休日はファミリー客で賑わう。 飲食物の持ち込みが許可されており、スキー学校時校生の食事スペースとして利用されることが多いため、正午近くには特に混み合う。全館禁煙、コース中腹の第3ペアリフト乗り場横にある。リフト券の購入等はできないが、食事が可能である。主なメニューはラーメン、丼物など。地元の特産品であるエチゴ餅豚を材料にしたメニューに採用しているほか。 ニックマンといった軽食の購入が可能で、小休憩に利用されることが多い。第2ペアリフトの乗り場方面にある、1998年8月7日に、開業した日帰り温泉施設。開業当初から、魚沼市直営による運営が行われている。泉出は、ナトリウムカルシウムマイナス塩化物、硫酸塩温泉となっており、知覚的試験では、 この黄色を提し、微流化水素臭を有する。源泉は、摂氏37.8度、下水なしの泉源を加温して使用している。施設内は温浴スペースのほかマッサージルームや休憩施設を有し、交流スペースとして研修室や、ゲストルームといった貸し切りスペースも有している。食事は出前による提供となっており、場内では、種類や飲料、お菓子、 地元の特産品の販売が行われている。雪の降らない時期は、都市公園、小出公園として一部の敷地を市民に開放している。交通公園、グラウンド、遊歩道などがあり、四季折々の花壇が作られている。また、スキー場の最高標高地点に位置する小網山周辺では、 市民有志による遊歩道が整備されており、片栗をはじめとした自然観察を楽しむ方や健康増進のために散策する方が日々利用している。小出駅や魚の川対岸の小出市街のどちらからも徒歩圏内に立地している。開業は周辺のスキー場の中でもかなり古く積雪により自家用車が使えないことが当たり前の解説当時は、 駅から徒歩10分という立地条件の良さからかなりの賑わいを見せていた。越後湯沢周辺に多数のスキー場が開場した1980年代以前には、東スキー場へのスキー客を運ぶ上の駅発のスキー列車が運転されていたこともあり、記憶に留めている年配のスキーヤーも多い。小出町が周辺市町村と合併して成立した魚沼市は、 各市町村が保有していた5カ所のスキー場を市が管理することとなった。折市もスキー人口が減少していることもあり、2009年12月16日、魚沼市町はすべての施設は維持できないとして、標高の低い小井スキー場を2010年の2011年シーズンをもって閉鎖する考えを示した。閉鎖の方針から2012年から2013年シーズンは、 指定管理者制度にて、地元企業による1年間限定の運営が行われ、スキー場の存続を目指す任意団体が下支えする中での営業を行った。特定非営利活動法人スノーパーク小出が組織化され、2013年から2014年シーズンから、地元小出地区の開業医、上村委員の委員長が運営を指揮、地元民や、その他民間の有志と共に営業。 2020年から2021年シーズンで8、シーズン目の営業を行った。市営駐車場側へのは市街地を経由することもあり、アクセスが複雑になりやすいことから、初めての方は見晴らしの横駒見入り口からをお勧めする。ありがとうございます。